今日は前説をさせていただきます、山崎醤油と言います。よろしくお願いいたします。じゃあまず私のお仕事から先に、携帯電話のですね、電源を切っていただきたいんです。皆さんちょっとご確認ください。今そんな私毎日これ三日間言ってるんですけど、初日自分の携帯の電源を切ってなかったので、まあ、ならなかったんですけれども、電源を切るっていうのがね、分からなくて、自分でどこをどうやって切るんだか、ちょっと自分のガラケーが分かってなくて、ちょっとね、後で怒られたんですけれども、大丈夫ですか携帯に。はい。で、それで、公演中もマスクをお願いします。それから、公演中 の、 お写真は、ちょっともう一回 お写真動画の撮影はお控えください。お願いします。ちょっと前説だけちょっと撮らせていただきますけども、あとはよろしくお願いいたします。それとそれで、馬だけはい、はい、本人に確認したいと、ちょいちょい受けてますので、はい、ですね、じゃあ、で、ちょっとね、ついでですいません、皆さん の、 椅子のところにありました、ホエイル通信っていうのが あるんですけど、これ私の職場のココルーム、いや、4月1日からですね、釜ヶ崎芸術大学という名前に施設名を変更しまして、まあ、中は何も変わってないんですけど、かまげっていう4月1日から名前になりました。で、私はそこでお掃除おばちゃんのふりをして働いておりますが、恵子さんもですね、週に1回お昼ご飯を作りに来てくれています。ね、女優さんのね、手作りのご飯が食べられるっていう、ちょっと今週はお休みするんですよね、きっとね。はい。はい。多分来週あたりから、毎週水曜日にですね、ココルームの方でお昼ご飯を作っておりますので、ぜひちょっとご予約していただいてですね、コーヒー付きで1100円になっておりますので、ぜひまたココルームじゃない、釜ゲーの方にも遊びにいらしてください。なんて釜ゲーのこの宣伝もしちゃいましたけど、はい、一緒にキャストとスタッフ表もございますので、そちらの方もぜひご覧ください。そうですね。私の撮ったいい写真が3枚使ってあります。ちょっと白黒でね、コピーなんでちょっと画像が荒くなってね、もったいないんですけど、すごくいい写真だなと思っているんで、自信を持って使いました。それではですね、ノコギリなど持っておりますが、ノコギリ初めて行く方いらっしゃいますか。あ、今日いない。今日皆さんご存知。じゃあとりあえずあれをね、お前はアホかっていうやつですけど、最近ね、ちょっと師匠も亡くなったし、皆さんだんだんあれなんで、テレビにも出られへんから知らん方が最近増えてきたんですけど、私がじゃあ伝承してやっていこうかなと勝手に思っておりますので、それでですね、いつもは皆さん一緒に言ってくださいって言ってたんですが、まあ、こんな時なので心の中で皆さん一緒にご唱和願います。じゃあ行きますよ、せーの。おまえはあほかそしてまだあります、まだあります。感じでやっております。あ、ここ笑うところなんでよろしくお願いします。ではですね、ちょっと 1,2 曲演奏させていただきたいんですが、ですね、ミス若菜さんの生きてはった頃に、発表された曲なんですが、だからきっと若菜さんもラジオで聞いたんじゃないかなって思うんですけれども、みかんの花咲く丘を、ちょっと短くやりますMm-hmm.
てですね、あの早いもので最後になったんですけれども、最後はですね、あの演出家 の、 あの秋山さんからあ の、 のお願いでですね、これを弾いてほしいということでしたので、あの究極の、反戦歌じゃないかっていうことで、あの文化を弾いてくださいっていうことでしたので、結局ね、あのちょうどあのそこの公園も満開になっておりますが、同期の桜を弾こうかなと思っております。それでですね、あの私と恵子さんはあの2人のユニットでもライブをやっておりまして、来月一応決まっているのは来月の5月の29日にあの動物園前のアースというところでやろうかっていうことだけまた決まっておりますので、あのまたフェイスブックなどでお知らせしますので、ぜひ遊びにいらしてください。そしてですね、あの鎌ヶ崎姉妹っていうユニットをね2人でねやっておりまして私があの姉のゆき子でございます。妹のけいこでございます。ちょっとどっちが妹でどっちが姉さんかちょっとわからない感じでもあるんですけど、まあ、一応そういう年齢的にそういうふうになっております。それではあのけいこさん、はい、行きましょうかね。はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、1,2,3 はい。貴様と俺とは同期の桜、同じ国体の庭に咲く。贋作ミス若菜をどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。